はい、お疲れ様でした。お疲れです。レギュラーシーズン最終戦、はい、60試合目でしたけども、今日のゲーム、簡単に振り返っていただけますか。いや、そうですね、無事に60試合、こうやって戦えたのですね、遠くまで応援しに来ていただいたファンの方もそうですし、こうやってテレビの前だったり、ネットの、前というか、で見ていただいている、ね、ファンの方々の応援してくれている皆さんのおかげなので、まあ、内容的に良かったかどうかはまたそれはまた別ですけども、アウェーでまた最後こうやって2連勝できたのは良かったと思います。そういう、ね、応援してくれている人のために今日頑張れたかなと思いますけど、まあ、我慢の展開がずっと続いた試合だったと思うんですけども、失点を抑えられたというところはどんなところが。まあ、それはまあチームでこうやって60試合やってきた中の規律だったり勝つためのプレーだったりっていうのがやっぱ統一性があったからだと思いますし、まあ、なかなか試合がねプレーオフが僕たちは決まっていて、でもうなおさらアウェーの試合っていうのはなかなか難しい試合でしたけど、なんとか苦しみながらも勝てたのは良かったかなと思います。いよいよキャンプシップの戦い始まりますけども、ファンの皆さんに意気込みされてます。はい、60試合、応援ありがとうございました。東地区というですね、かなり、ハイレベルな地区で、優勝できたというのは本当に皆さんのおかげですし、僕たちも、ね、こうやって一生懸命やってきて間違いじゃなかったなっていうのが証明できたので、でもまあね、来週からですか、チャンピオンシップ始まりますし、本当にそこに向けて僕たちはこのワンシーズン、毎日頑張ってきたので、この努力というか皆さんの思いと僕たちのこの、やってきたことというのが、無駄にならないように、いい結果で終われるようにですね、ラスト1ヶ月ぐらいですか、ここ、出し切るつもりで頑張っていきたいと思いますので、さらなる応援ですねの方をよろしくお願いしますというところですかね。渡辺選手自身はどういうふうにこうチームをまとめたり、勝利、チームのために貢献したいと思いますか。まあ、それぞれ求められているものが違うと思うので、僕はまあそういう、そうですね、長年このチームにいるので、まあ、僕もそうですし、田部さんもそうですし、遠藤もそうですけど、まあ、ライアンもそうですね、ジェフも康介さんもこのチームで優勝しているメンバーっていうのがまだいるのでね、そこら辺は経験値っていうのがやっぱそのメンバーあると思うので、はい、やっぱりWリーグでチャンピオンになるにはどうしたらいいのかっていうのはですね、やっぱそういうところは僕たちが率先して見せていかなきゃいけないところだと思いますし、やっぱりこのチームが僕は好きですし、皆さんもそういうふうに応援してくれているということはいいチームなんですから、やっぱそういう自信を持ってですね、このチームで優勝するべくですね、頑張っていきたいなと。ああいう可愛いLG ピーク君っていう後輩もいますから、はい、本当この大好きなチームで優勝するっていうのはもう僕らの悲願ですし、はい、絶対にチャンピオン取って宇都宮に帰りたいなと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。最後に熱血バスケ明日お話ししますけど、また適当に見てください、見れる人は。まあ、このを見てる方がもう僕の全員僕のこと好きなわけじゃないですか、はい、見たい方は見てください。